柴崎力恵は日本の歴史学者。学位は文学修士。東京大学百年史編集室出院。青山学院大学文学部講師。大阪工業大学工学部助教授。大阪工業大学知的財産学部助教授。大阪工業大学知的財産学部准教授などを歴任した。実名で活動するウィキペディアンでもある。1954年に生まれた。 国が設置、運営する東京大学に進学し、文学部にて国士学を学んだ。1977年3月、東京大学を卒業した。それに伴い、文学史の称号を取得した。同年4月、東京大学の大学院に進学し、人文科学研究科にて国士学を学んだ。大学院には1984年3月まで在籍した。なお、 その間に東京大学より文学修士の学位を取得している。大学院生として在学中の1979年4月より母校である東京大学の百年史編集室に出院として非常勤で勤務しており、1986年3月まで勤めた。なお、1984年4月から1985年3月までの間は、 国の特殊法人である日本学術振興会の奨励研究員にも選任されていた。また、1985年4月からは、青山学院が設置、運営する青山学院大学にて文学部の講師を非常勤で務めていたが、1988年3月に退任した。1988年4月、大阪高大、雪南大学が設置、 運営する大阪工業大学に採用され、工学部の講師を専任で務めることになった。1992年3月まで講師を務めたが、同年4月に助教授に承認した。それ以来、2003年3月に至るまで工学部の助教授を務めてきたが、新設された指摘財産学部に同年4月に移動し、そちらが本部となった。 知的財産学部では2007年3月まで助教授を務めてきたが、学校教育法の改正に伴い、同年4月より准教授となった。2018年3月、大阪工業大学を定年退職した。専門は歴史学であり、特に日本史を研究していた。具体的には日本近現代政治史といった分野の研究に従事していた。 政治家の伊藤直澄についても研究しており、伊藤隆と末竹義也が編んだ近現代日本人物資料情報辞典においても執筆している。ありがとうございます。